それでは、呼び出したいと思います。二次予選1ブロック1位通過、ショータイム。ショータイム、誰か一人、まあ、一人代表者で、くじを引きに来てください。あ、ショーが来ました。一枚引いて、持って隠してくださいね。皆さん誰にも見せないように。一枚だけ、はい。じゃあ一度下がってください。はい、二次予選2ブロック1位通過、神保町太郎。これは富永チームですね。さあ富永来ました。あ、そういう感じです。さあ二次予選激戦を勝ち抜いた、まずメンバー9チームがくじを引いていきます。持って1枚引いて、見せずに、そう、見せないでね。そうそう、はい、次いきます。二次予選3ブロック1位通過、 KO ファミリー。さあ誰が出る。 KO が来た。ちょっと、選手の周り開けてあげると助かります。すいません。さあ笑顔を見せている KO ですが、1枚引いて周りに見せずに、はい、1枚引きました。はい、続いて、4ブロック1位通過、オメガフラミンゴファイナル。さあ代表者どなたか、1名ウラッケン来ました。はい、1枚引いて、持って隠して、一度ちょっと下がってください。はい、 OK です。さあ5ブロック1位通過、チーム人狼。ここはスーパー激戦区でしたが、1位抜けは抜き引きいるチーム人狼でした。さあ1枚引きます。引いて持って、はい、ありがとうございます。抜き目、さあ5両目来ましたね。はい、6ブロック1位通過、マグマタマセンター。ここもそうですね、1位抜け、さあタムが来ました。1枚引いて持って隠して、はい。さあ7ブロック、アザブ。これは MOV が来ます。さあキーパーと MOV 両方来ましたね。1枚引いて、見せずに隠していてください。隠しててくださいね。見せちゃダメですよ。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、ちょっとドキドキします。はい、8ブロック1位、モリバットガイズ。さあいらっしゃいました。残り2枚なんで1枚だけですね。タオルさん、さあありがとうございます。はい、さあ9ブロック1位、クスオ。九州チームですね。そうですね、誰かな、コープンさん。さあこう、まあ皆さんいらっしゃいました。じゃあ、じゃあコープンさん1枚引いて、これは持って、もう1枚だけです。はい、ただ隠しておいてくださいね。はい、ちょっと、もうちょっとお付き合いください。今度はプレーオフの7チームがくじ引きになります。左から順に行きますね。ちょっとチーム名長いんですが、プチン軍団。一番左上のチームですね。これは、この下。あ、ごめんなさい。さあ、てっぺさん、一枚引いて、これは見せずに持っておいてください。はい。はい、次、天満ベガス。さあ天満ベガスいらっしゃいました。見せずに持って、一度下がってください。はい、ダメですよ、ダメですよ、ないことはないはずです。はい、大丈夫ですよ。はい、次いきます。ノーチャンス。さあプレーオフから上がってきました。これはチャンスさんですね。さあ1枚持って隠して、一度下がりください。酒は飲んでも飲まれるな。これは東北チームですね。照之助来ました。さあプレーオフ勝ち上がってきた本人が笑顔で登場ですね。1枚引いて隠しておいてくださいね。はい、はい、ババミカド来ました。 BBK。さあラスト3枚ですね。1枚引いて、はい、ありがとうございます。マスターコース。さあ嵐さんいらっしゃいました。
1枚引いて隠して、お下がりください。そして最後プロジェクト R。 さあ RX ご本人来ました。勝ち上がったご本人ですね。はい、そのまま持っておいてください。はい、ありがとうございます。くじ引きがまず終了しました。それでは先ほどお伝えしたようにまずはプレーオフの7チームからお呼びしたいと思います。プレーオフの7チーム、灰色の札になります。プレーオフの灰色の札1番を持っているチームいらしてください。灰色の札1番を持っているチームいらっしゃいますか。ババミカド来た。まあ、開幕はもう張り込むだけなのでね、しょうがないですね。はい、どこに張るか、もうこの一個飛ばし、いいって書いてるところだけ、ババミカド、はい、もうここは読み合いもクソもないと思いますので、さあ、まあ初戦か2戦目かという読み合いはありますね。はい、開幕1番張っていきました。さあ、じゃあプレーオフ2番、プレーオフ2番の札、灰色の札2番ですね。2番はこれ酒は飲んでも飲まれるな、照之助来ました。さあ、あの張り込みはちゃんと兆候もありですので、チームの皆さんいらしてもらっても構いません。これ番号言ってもらって、この P って書いてる、 P ってついてるとこだけですね、ここですね、この1個飛ばしです。さあ、開幕まず左上ババミカドが張りましたが、これは宮城チーム、はい、さあ7番張りに行きましたね。はい、ありがとうございます。続いて、灰色の札3番お持ちの方、3番お持ちのチーム、これはノーチャンスが来た。この P のとこだけです。貼れないです。 P しか貼れない。 P しか貼れないです。そうです。さあ、チームメンバー勢ぞろいで、これはちょっと兆候入っております。さあ、優勝候補と言われているノーチャンス、プレーオフを這い上がってきました。どこに貼っていくか。はい、じゃあ5番になります。はい、ありがとうございます。それでは4番の方、灰色の札4番をお持ちのチーム、これは猫、はい、すいません、猫の日軍団、あ、じゃあね、ごめんなさい、プチン軍団、失礼、あ、ごめんなさい、 P のところだけです。この P と貼って書いてるところだけです。ここがプレーオフの枠になります。はい、3番ですね。はい、ありがとうございます。すいません。では5番、灰色の5番のチーム、はい、デンマベガス、もう3つしかないので、では右上に入りますね。はい、ありがとうございます。はい、次、6番、6番のカード、6番のカードをお持ちのチーム、マスターコースですね。カードお願いします。はい、残り2つだけです。ここがここです。はい、プレーオフの枠、ここかここだけです。はい、さあ、マスターコース、プレーオフでは DD ニットが、プレーオフ C を勝ち上がって、決勝トーナメント進出しています。チームメンバー皆さんで兆候入っておりますが、いかがでしょう。
はい、じゃあ、6番目ですね。プレイオフの、というか、まあ、番号的には11番です。で、プロジェクト R、XAC いらっしゃいました。カードはありがとうございます。さあ、決まってしまったので、もう必然的に右下、そこの番号になります。プレイオフ枠もう一つしかないので、確定になりました、ここが。はい。はい、それでは続いて、世紀の二次予選を勝ち上がった9チーム呼んでいきます。赤いカード1番を持ってるチーム。さあ、アザブが来た。MOV 率いるアザブ。これ、番号をお答えください。さあ、この辺かチームがもう7チーム離れていますので読み合い入ってきます。誰が残っているか、どこに込むか、どことどのタイミングで当たるか、この辺の読み合いが熱くなっていくところですが、はい、ありがとうございます。4番入りました。それでは赤のカード2番のチーム、赤のカード2番のチーム、オメガフラミンゴファイナル。さあ、5名いらっしゃいましたね、フルメンバー。番号をお伝えください。さあ、この辺から残っているチームの後張りなども、考慮に入れなければいけません。まあ、大体プレーオフの枠で相方決まっているんですが、右下はまだ両方空いてる枠がありますね。さあ、残りのチームもざっくり番号からイメージを膨らまして、いただければと思います。残りが、はい、決まりましたか。はい、2番開幕張りに来ましたね。ババミカドと激突です。さあ、そして赤のカード3番、3番いますか。赤のカードチームジンロー来た。ありがとうございます。さあ、こちらもチーム5人で来た。残るチームはチーム人狼含め7チーム。すみません、それでは、でもだ、失礼しました。はい、ありがとうございます。これは12番入りましたね。はい、続いていきます。ちょっと押してますので、赤の4番、マグマタワーセンター。さあ、こちらもチーム4人、コチアタム、ヨモダ、エバラ、さあ来ております。さあ、こちらも兆候ですね。読みかなり深いものがあります。
さあ決まったようでしょうか。さあ決まりましたね。はい、14番プロジェクトRに貼りに行った。さあ続いていきます。赤の、さあ赤の5番のカードを持つチーム、5番のカードを持つチームいらっしゃいますか。さあ神保町太郎、富永が来た。こちらもチーム全員だ。さあ周りからちょっとこれは声援なのかヤジなのかいろいろ飛んでますね。ノーチャンスの横が空いています。残るところはノーチャンスの横、酒は飲まれるなの横、そして天満ベガスの横、右下は2つ空いてます、うん、さあどうでしょう。さあ15番ですかこれは。はい、15番張りった。さあ続いていきます。赤の6番、赤の6番いますか。ショータイム来た。さあここは一次予選激アツな三つどもえ2回を繰り返して上がってきた勢いに乗るチーム。さあ残りはもう対戦相手が決まっているところしかありません。ノーチャンス、酒は飲んでも飲まれるな、天満ベガス、そして神保町太郎、どこに当てに行くかという形になります。太平さん、これすごい盛り上がるとこなんでちゃんとやってください。さあありがとう、ごめんなさい。はい、ショータイム右下ありました。続いて赤7番、北慶応ファミリー。さあ優勝候補、こちらもかなり強者ぞろいのチームです。さあどこに張りに行くか。さあメンバーはピエロ、ヤックン、ケオ、トクラ、そしてオチビ、はい、さあ4名いて、さあ残りは九州チームなのまだ残ってますね。さあ残り3チームですが、ここでも兆候が入る。さあ右上天満ベガス張りに来ました10番。さあ残り2チームです。赤の8番、モリバットガイズ。さあこちらも全名来ました。モリビーが来て、さあ残りは2択です。ノーチャンスか、酒を飲んでもか。さあ森本ガイズ、スタッフ T シャツ着てるバゴンさんもいます。バゴンさん予選で大暴れでしたが、さあ決まりましたね。森本ガイズがすみません8番に入りました。必然的に九州がクスオ、九州チームクスオがノーチャンスになりました。さあこれで16チーム全て決まりました。これで、決勝トーナメント進めていきます。皆さん盛り上がっていきましょう。はい、それではですね、筐体移動を先にしてもらいますので、1番筐体、ババミカドとオメガフラミンゴファイナル、2番筐体、プチン軍団とアザブ、3番筐体、ノーチャンストックスを、4番筐体、酒は飲んでも飲まれるな、バーサス、モリバットガイズ、移動してください。あと、9時開始してない人ね、お願いしますよ。移動してください。はい、じゃあ最後決勝トーナメントの解説をさせていただきますマッチです。
あ、黒田です。お願いします。はい、よろしくお願いします。今、まあ、K1 方式で、まあ、チームの、まあ、組み合わせが決まりましたけど、やはりかなりくじ引きでどこに張っていくか、まあ、1回戦の組み合わせももちろん勝った後にどのチームがいるかっていうのを、まあ、見ながらみんな試行錯誤していろいろ決めていったんですが、まあ、どうですかね、これどこが勝ちそうと か、 なんかどこが見ものかとか、黒田的には何かありますか。まあ、何が起こるか分かんないようにはまあなってますね。まあ、このゲームの特徴である何が起こるか分からないこの先は見てみるしかないんで、はいはいはい、まあ、確かにもうここまで残ってるメンツは基本もう基本的にはもうかなり上級プレイヤーが揃っていて、もう相手がまあ大会一発勝負でのやっぱ勝ち方、まあ、そういうのも絶対にありますんで、まあ、そういうのをどれだけ通してくるか、まあ、その辺もやっぱ見どころになってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、あとはその九州から来てるチームとか、はいはい、やっぱりその大阪から来てるチーム、はい、その東京だけではなくて全国各地から来てるチームがすごい楽しみです。そうですね、やっぱ僕らもなんだろう、関東勢東京勢は結構普段の対戦でも見ることがあるんであれですけど、やっぱそうじゃないエリアの強豪たちの動きっていうのはやっぱすごい刺激になるんで、ぜひ、ね、見ていきたいですね。そうなんですよ、あの意外にもその地方で頑張ってる人の方がその攻略レベルというか、はいはい、あの新しい発想がどんどん生まれてきてるんで、なるほど、柔軟さといえばで言えば、まあ、地方の方が あるんじゃないかなと思いますね。なるほどなるほど。さあ、では、まあ、我々の関東勢の凝り固まった頭をぶっ飛ばして冷ましてくれるのか期待ですね。さんも俺のところにいてくださいね。さあ、今、まあ、席に着く準備をしているところなので、まあ、もう少しお待ちいただきたいんですが、いやーね、これどこが勝つんだか見えないわ。まあ5対5なんで、まあ、基本長丁場なんでね。そうですね、チームのそのチームワークっていうか、はいはい、やっぱりそのチームメイトがそのアドバイスをかけたり、はいはいはい、まあ、応援したりっていうので、まあ、そうですね、普段と違った ね、 そうですね、力の出し方があるんじゃないですかね、うん、個人のスキルだけでなく、まあね、チームなら確かに、まあ、客観的に見てる人の方が相手の狙いが見えたりすることもやっぱありますからね。ありますね。でそこで、まあ、アドバイスをしてもらって即座に変えられるかどうか、その辺もやっぱりポイントになってくるでしょうね。あ、それではこれからムービーの方が流れますのでどうぞご覧ください。これですよ、狙っていた、狙ってましたね。今日はお互い一本溜まっている。さあここで成長戦で割り込んだ、しかし小橋ゆっこりが戻って打った、谷ゆっこりスロッテ金塊が出していた、天神を EX スタピードで踏ん走る、天神を戻っていく、着地に捕獲を決めて EX 阻止、八大池がピエ、何度も何度も関東に遠征し足を運び力をこのまま突き刺し、大膝からのトルネード最高速決めて使っていく、ジリーンの状態でアレックスゲージを使っていく、なんとアレックス、
by the creek. The third chapter, so what's it gonna be? The third strike, y'all, the street. By the three, 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 three. はい、お疲れ様でした。はい、長い間ね、この決勝トーナメントまで皆さんお疲れ様です。それではですね、今日朝84チームもいたチームがいよいよ最後の16チームによる、決勝トーナメントとなります。それではですね、皆さん最後まで気合入れて盛り上がっていきましょう。じゃあ配信の方は2番兄弟いきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それでは2番兄弟見ていきましょう。アザブ対プチン軍団、これもういいんですか。さあ、スタートボタン押してください。さあ、アザブは MOV がおります。このキングギドラの一角 MOV 倒せるのか。大阪の優、このプチン軍団出てきたのは、まずこれはいきなりいったかだろうか。そして SAT の竜か、おしゃバンドの竜か、どちらでしょうか。 SAT の竜でしょう。さあ、開幕は、さあ、サントリー攻めていく。ラロッカ、ゲージが溜まって、チラシ前転を取ったのはラロッカ。ゲージを通して毎中毎中しっかりコンボは繋いでいく。この決勝トーナメント、もう負けたら終わり、そんな状況でお互い先鋒戦、大事な先鋒戦を戦わなければいけない。投げてラロッカペースで試合を進んで、だがしかしこのアザミには MOV がいる。だが早めに MOV にはさすがに回したくない。ここで頑張りたいサントリュー。来週壊し壊しでしょう。つながっていないが、最後は壊しから見てみでしょう。1ラウンド取っていったのはラロッカ。そしてこのプチン軍団大阪チームですが、おかかが前日にインフルエンザということで、代わりにおしゃまんぼのリーが入っております。立ち行け全勝決まって、ラロッカさあ温まっている。刻んで刻んで全ポテシー、しっかり印象まで決めて、ゲージ回収、ダイヤ下げと高いハノキを取って、さあさっと MOV を横に構えて、電池波動拳食べて、余分に食べて、全然で決まらず高い。これがしっかり入る。でさ、腰固めて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 、 EX 勝利権ジリンだが最後は中断。これが決勝トーナメント。一瞬たりとも気が抜けない。大竜巻、中足竜巻打っていく、投げてガビアシキープしたい、中継中足竜巻打って、しゃがみチューバージャッケン選手をしっかり決めて、下がって決まるか決まるか、決まらない。 EX 勝利賞ラロッカ起点のギータプレー、中連さん打って全ポテシー、これでたまってわからない。第3中段中段体力リードしているのはラロッカ、全ポテシーがこれは残らない。第6ゲージしっかり見ていたラロッカ、大事な決勝トーナメント先鋒戦、先手を取ったのは大阪チーム。そしてここで出てくるのはキーパーの剣。さあ、2006年東撃出場者でもありますこのキーパー、あの時代青といえばキーパーか、スペルマスター J か、そう言われた時代もありました。キーパーの剣、前中継取って散らしたい昇竜、悪いリズムはさっさと潰しておこうと、流れを悪くしたくないがために、早くもここでキーパー登場。わし投げて、わしこわしこわし、さあやはり最近ガードジャンプが主流ということで、キーパーの選択肢としてはそのガードジャンプのジャンプを待って空中攻撃を仕掛けようと、そういう腹でしたが、立ち行けガードしている。ラロッカは現象を食べたい、下がってチラシャドウ剣陣内まで、これは仕込んであったか、チャキチューバーしゃがみチューバー EX シャドウ剣、冷静なキーパー。ここでキーパー乗るようなことがあると、この大阪チームといえど、このキーパーに全奪される可能性まで
組まれている。互い取って、ここはしっかり芸能人対処している。しゃがみ中盤でしょう。デスアンツよく見たろうからが、ここは投げてキーパーベース、キーパーベース、壊し、小判壊し、壊しがガードしている。さあ積極的にこれはガードジャンプ崩しの行動をキーパーとしては仕掛けていく。デスさん発動して EX 竜巻旋風脚、非常にマニアックな技を使っていく。デスさん、デスさん、ゼショー、これは昨年中の関係でゼショー入らない。ゲージは十分に回収しているが、ダロッカジリンだが、ここは頑張りたい。ゲージが回って体力的にはこのゲージ成功させればだが、キーパーゆっくり相手の動きを見て無理をしないで、最後は前ラッシュが立ち受け、決めたのはキーパー。悪い流れ、ここで止めていきました、キーパー。さあこの窮地の中、アザベの5人衆、さあここで出てきたのはブリーチロード。さあやはりこの長いサードストライクの歴史の中で、なかなかオロというキャラを使って表舞台に出る人間がそう多くはなかった。だがそんな時代に、そんなゲームですが、キーパーはやはり熟練の経験があるということで、このオロとの試合経験も非常に数多く積んでいる。最近の若手サードプレイヤーはなかなかオロがプレイヤーがなかなかいないためにオロを苦手としている人間は多いが、ここはしっかりキーパーあっとだが、しかしリードしねよ、ビリッチ。ここでビリッチが勝つようなことがありますと、相手はもう早くも3人目。この時報対決が非常に重要になってくる。一輪二輪チャミチューバー、さあゲージをうまく使っていきたいキーパーとしては陣内チャンスも伺いたいところだが、しかしこのブリーチ非常に冷静に立ち回っている。 EX 作動拳、キーパーはゆっくりゆっくり見るようしないで、相手の距離をじわりじわりと詰めて一瞬のチャンスを伺っている。飛びは通さない、ダッシュも通さない。さあこの剣という単価の高いキャラを使ってうまくオロをさばいている印象があるが、ここは信頼確定、確定反撃を奪ってジャンプ中継、これは十分ゴステイ、そしてヤギョーダだ。 EX リーチに下から上から、そして最後は立ちない系。最初に3人目出さざるを得なくなったのはアザム。さあ次に行くのは牛山ですが、さあここで牛山剣かチュンリーかというところだったんですが、本日はチュンリーを選んでこのクーペレーションカップに登場しております。数年前までは渋スポでこの牛山猛威を振るっておりました。このチュンリー、白いチュンリー牛山対ブリーチのオロ。先ほど元気の解説にもありましたが、やはりここは、チュンリーがかなり、優勢なカードということで、 MOV としてもこの牛山のチュンリーでこのオロの流れを止めていきたい、そういう腹があっての牛山起用でしょう。バックジャンプ大胆、このバックジャンプ攻撃が非常に、オロに対して機能するんですが、このブリーチチュンリーに対して果敢に前ジャンプ、そしてバックジャンプライパンを取っていくという行為を今見せております。EX ミチにヒットして画面足から抜け出したかったが、小判打ち足、これはしっかりガードしているブリッジ。大阪ではやり込みを見せ、このクーペに臨んでまいりましたブリッジ。八景中盤ゲージを貯める。この長い1ラウンドの中でこの一瞬、この一撃、この一撃だけで十分なんです。このチュンリー1回のチャンスものにしていきました牛山。ハケゲージ状況が非常にこの牛山チュンリーいい状況で、相手のジャンプはしっかりとバックジャンプで対処と MOV の教え、横で MOV がついてこのオロ戦に関して説明しております。
常にシンプルな、キャラ対策をチンリー側はすればいいということで、そういった部分も非常に王が厳しい部分ではあります。簡単な対空、そして、1回の、放射線ヒットでかなりダメージが奪えるということで、このチンリー、炎に対してはかなり強い部分が多い。バックジャンプライパン、さあ徹底的にこれはもう読み合いを拒否してシャット。さあ今のはキャンセル砲翼、ブロッキングのタイミングで出してしまうとガードをされて大ダメージというシーンだったんですが、ここはしっかりブロッキング確認していた。そして単価の高いこのチュンリーを使って体力リードを奪っている。非常に状況のいい牛山チュンリーですが、ブリーチとしてはこの20秒切ってきてからなんとかしなければいけない。ゲージ状況も非常に苦しいこのブリーチだが、しかしこの前ジャンプからブロッキング非常に機能している。相手のバックジャンプ対空をしっかり対応して、抜けて抜けて体力リードしているという確信なのか。終わった。これは最後のアッケー決まって、まあ、非常にラッキーな形でありましたが、石山勝利。これでイーブンスコアに戻しました。さあこれで、対する大阪プシン軍団も3人目ということになります。さあ当たる3人目の石山チンリー、そしておしゃばんぼの竜が行くようです。ここで、おかか、2回前の、彦根杯、県トーナメント優勝者の準優勝者ですかね、おかかが、インフルエンザに急にかかっちまったということで、高円寺のおしゃまんぼがここで、まあ、ピンチヒッターとして、このプチン軍団に参入しております。プチン軍団3人目はおしゃまんぼの竜。それに対するは先ほどから非常にいい動きを見せている石山。ブリーチのオロ、厳しい状況でキャラ対策で砲撃されました。そして相性のいい相手が牛山としては続くこのチンリーに対して、非常に相性の悪いキャロを新軍団は選択していきました。シュア小学戦しっかり決まって台形対空からハイジャンキャンセルしっかりかかっている。現代版波動拳厳しい、非常に、この竜側としては地上戦が厳しい。そんな中で、石山チンリーかなり相手にギャラさをぶつけていって、まあ、エムロから投げて1ラウンド先制は石山チンリー。おしゃまんぼ積極的に台足を振っていく、まあ、やはり相手の、チュンリーの中足に、かなう技選んでいかなければいけません。そして今の台足は、ゲージ状況が、まあ、牛山チュンリーとしては砲撃戦のゲージがなかったということで台足を選択していきましたが、壊し壊し進化道剣追い打ちはしっかり決めて台足選んでいった。さあ激光剣は勝利しているが、空中対空中おしゃまんぼ制して中継円台形猫パンチ地上戦制していく。牛山ちょっと待って違うしだったが、ワイルドカラー砲撃戦追い打ちしっかり決めて、牛山非常に冷静。あの渋感時代思い出します、渋スポ時代。そしてここでプチン軍団、先ほどプレーオールで相谷を倒しているこの猫の火が登場。準備はいい？猫の火を期待しやば大阪チーム、これは猫の火4人目ということで厳しい状況になっております。対するこの麻布はキーマン MOB を対象に、おそらく対象に控えさせて、まだ3人目対4人目と先ほど劣勢の状況にありましたが、牛山この男の力でひっくり返しております。そしてここは波動でバカラブロッキング、牛山冴えている。あの渋谷で培った力を十分に見せていると言えるでしょう、石山中足を泳ぐせビヨッテー牛山チェンリー勝
さあ3人目、中堅牛山異常に機能しております。そしてこのプシングダは大将てっぺーれな、関東から関西へこのてっぺーれは渡りました。首都圏、第二の首都圏関西に移ってもサードストライクを続け、てっぺーれな、関東そして関西の両方の流儀を持ったこの男、クラッチ追い入れがうまく決まって、今度はダウンを取って、さあ一般的にはこれはエルが非常に厳しいと言われているカードなんですが、鉄平がうまく伝えていく。そして最後は中足ですかね、これはファイティングレディ。さあやはり牛山サイドもそんなに、今年に限って言えばですね、やはりサードストライクをそんなには触っていないということもあって、非常にキャラ対策を強いられるカードは厳しいものがあるでしょう。いくらチュンリーといえどもキャラ対策をしっかり積んでいないとこのエレナに対しては厳しい戦い強いられることになっちまうが、ここはしゃがみチューバースピングヒートではなくてブレイブ中断テペペスしゃがみチューバーブレイブ、圧倒的なテッペの底力。そして大将鉄平、次に迎えるは副将、これまたチュンリーか、印西先生、今日はチュンリーです。もともとはオロ使いのこの印西先生、数年前にチュンリーに変えて以来はこのチュンリーというキャラ固定して使っております。追い詰められているのはプチン軍団だが、しかしこの頼れる大将鉄平が先ほどのチュンリー戦を見る限り相当チュンリー戦うまい印象を受けるか、めくりから大攻撃、これはリードしているライン財先生投げてゲンキックが乗している。さあ鉄平としてもやはりチュンリーを倒す上でゲージが必要になってくるでしょう。ブレイブランス、ケチャ立てるが投げつかれたところに、これは印西先生も仕留められなかった。ラナチ投げて大剣お予選追い打ち決まって、そしてペロンテーてっぺー終わらない、終わらせない。まだ大阪の魂ここにあるんだと、スライディングしっかりコンボを決めて、大事な大事な一瞬の読み合いが非常にうまくなっている印象があるこのてっぺー。エレナの第一人者といえばあのオロナですが、このてっぺー劣らずの動きを見せております。これで圧倒的な圧倒的な連戦です。大逆転戦、次のタクはどうなる、よーどっちで止まりたくなったか、ブロッテ投げて勝ったのはてっぺー、走り続けておりますこのてっぺー。そして2006年闘劇ではお互いのチーム当たりました、このてっぺーと MOV。てっぺーは時のキーパーと組み、そしてあの時 MOV は優勝したチームマスターズというチームを組んでおりましたが、その時ベスト8でこの両雄直接対決は見られはしませんでしたが、チームは当たっております。もはや思えばあの2006年闘技規模8年前の出来事にはなりますが、あの時対戦カードが発生しなかったこの鉄平対 MOV。 元気くタイタンゲージの効率、そういったものを非常によく考えている MOV。 昨日行われたプレクベレーションカップでもやはりギドラ盤石というその結果を見せました MOV。 しかし非常に警戒している中で MOV 動いている盤石の強さ、
さあテッペイレナなんとかしたい。カイマックスライディング強気にいった。ゲージがライドをよく見ている。バックジャンプ、MOB 冷静に対処して、波形、この波形という技非常に機能させております。投げをグラップしている。今のエレナのダッシュ投げグラップしに行く。MOB 18万円、相手のダッシュは見逃さない。ジャッキー落としてない。けキングギドラ一角。 MOB やはり強かった。勝利したのはチームアザム。We await your return, Warrior. さあそれでは今の試合解説の2人、マッチさん黒田さん、どうでしたか。まあ、あの京都あの関西チームと、まあ、東京の、まあ、アザブ MOV 率いるアザブのチームで、まあ、やっぱりアザブ側はやはり最後、まあ、決めたのは MOV だったんですけど、 MOV に注目しがちかと思いましたが、3枚いるうちチュンリーの、ウッシーのチュンリーが、オロと、まあ、リュウ合計を下したんですが、まあ随所で見られたワンブロのもうここしかないっていうところの飛び道具をブロからの砲翼を確実に決めていたところ、やはりこういうところにやはりもうここに決勝トーナメントに来ているプレイヤーの実力が、まあ、すごく見えましたね。で負けてしまった、京都の方のチームかなの鉄平も、まあ、チュンリー3枚ってすごい辛い状態だったんですけれども、まあ、なかなかチュンリー相手に中距離でやることない中も走りとスラを要所要所に見せて、まあ、エリナらしさを見せましたよ ね、うん、まあ、序盤そのアザブチームがちょっと緊張気味で動きが、まあ、甘かったのをしっかりついて、はいはい、勝った後にチュンリーを引き出されたんですけど、そのチュンリーに対してもエレナが最後、まあ、そのエレナらしい動きで2連勝。そうですね。で最後はちょっと、キャラ差が出てしまったんですが、まあそのまあ、個性という点ではかなり、まあ、十分発揮したんじゃないですかね。そうですね。やっぱダメージの取り方もすごい綺麗で、まあ、狙いすました最終的にはブローからのブレイブにつないで勝つっていうのを、まあ、2試合やっていたと。ええ、まあ、とにかくエレナってキャラ その強さっていうのを一瞬垣間見たっていうのがちょっとすごいラッキーですね。はい、さて状況としてはこれはさあ今のところ勝ったチームの方は1回戦がもう全部終わったようですが、ババミカードが今、静岡チームのオメガフラミンゴファイナルを下しています。で今アザブが勝って九州とノーチャンスの組み合わせはノーチャンスの勝利。そして最後、酒は飲んでも飲まれるのは福島東北チームですかね と、埼玉系ですかね、森バッドガイズは森バッドガイズの勝利となっております。まあ、今回かなり緊張しないでやるっていう方が難しいですよね。そうですね、もう、なかなか普段の動きと、あ、そうですか、準備ができたようなので、じゃあ第 2つ目の組み合わせいってみます。それでは第一兄弟の方お願いいたします。月岡さんお願いいたします。はい、こちら第一兄弟であります。すでに、試合の方は始まっておりますが、これはキャラ選択のミスですね。失礼いたしました。改めてご紹介しましょう。1回戦第2ターンと言うべき、でしょうか。テンマンベガス、こちらベガスの1軍、スクラップ兼ロリダトリ、松下いぶき、構成兼阿部ユリアン、こういった、チーム構成。対する KO ファミリー、こちらはですね、KO ヤン、オチビユン、トクラヤン、ヤックンユン、ピエロレミーと非常に攻撃的な布陣というところになっております。さあそれでは、仕切り直してですね、再度1回戦第2ターン始めてください。どうぞ。さあ、テンマンベガス先方は、構成兼 KO ファミリー、先方はオチビユンです。KO ファミリーここまで順当に、勝ち上がってまいりました。特にですね、先ほど素晴らしい実況を、していただいた徳倉さん、このなんと決勝トーナメントが残っています KO ファミリーの一員です。さっきまで実況していて対戦するというのはどういった気持ちなのか私には分からないですけれども、そこまで順番が回ってくるかどうかもまだ分かりません。さあオチビ先方としての仕事を果たすか、
それとも高瀬健意地を見せつけてオチビを倒すか。まずは1ラウンド目、オチビがリードしたまま現役発動です。前方転身から二所脚跳ね上げて旋風脚鉄山2回からゼッションは入りません。キックターゲット旋風脚中大で止めるグラップ、最後は雷撃手。もう構成権に何もさせなかったという感じですね。オチビもベテランです。開幕現役旋風脚一発止め刺さっている小足から小木締めも絶唱方法、中足絶唱、中足を刺す、うまいですね。さあ、高瀬健、画面端詰めたが、ESO2 小脚、思い切って出していった、中足、下ブロッキングから、中足絶唱です、日本練習、高瀬健を封じ込めた、KO ファミリー、先方、チビン、まずは1勝です。さあ、天満ベガスは時報に一体誰を出してくるんでしょうか。現在競技中でありますけれども、いぶきですね、松下いぶきですね、失礼しました。天満ベガス時報は松下いぶきです。KO ファミリーは先方変わらず落ちびうん、開幕から激しい攻め合い、スライディング、しかしここは目押しでゼッションまでつなぐグラップから投げていく、画面端詰めているのは落ちびうん、もう一回モンキーフリップ、さあゲージが溜まってるぞ、ここで発動食らっているが構わず攻め立てていく落ちびうん、首折りがヒット。さあ松下いぶきも積極果敢に攻めている、体力的にはほぼ五分といったところですが、この大事な1本目どのような結末を見せてくれるんでしょうか。この両者絶勝に引っかかった、落ちび調子を維持しています。非常にね、動きを見てても相手の動きに対応しています。落ち着いているといった状況ですね。しかもかなり連動も高いと、そういうふうに見受けられます。グラップ、下ブロッキングは松下いぶき、さあ、いやーうまくかわしたんですけれどもね、うまいですね、風切り、下ブロッキング、中足でしょう、そしてどうするか、最後は中足、松下いぶき、タイに持ち込んでいる、ベガス1軍、ここで持ち直しておきたい、区内を投げる、さあ、ここで原神。霞須作打ち返している、打開が一発だけ入って大パンチ、鉄山から絶勝、垂直ジャンプ大キックです、そしてモンキーフリップ、大パンチもう一回刺して現役人発動、あっという間に2枚目、大奇襲で攻め立てる、ブロッキングしてからつむじです、イエス大守る、イエス鉄山、オチビン落ち着いている、いや苦戦はしていないと、そんな顔でチームメイトに PR。 さあ天満ベガスは中堅が出てきます。阿部ユリアンですね、おしびここまで2人抜き、天満ベガスは3人目、中堅の阿部ユリアンです。開幕まずは先手を取っているのはおしび、しかし KO ボム、そしておしおき大パンチ、ショーパンターゲットを遅らせて小牧師を出していった、そしていきなり現役人発動、めくり大月中、向こうからもみくちゃにするが落ち着いている阿部ユリアン、帝王ボムで差し返して大キック、下ブローチャイロタックル、ゼッションは届かない、大奇襲ちょっと高いが直線落ちはうまく見切って、帝王ボムでまず1本、阿部ユリアン中堅です、もうここらで止めておかなければシャレにならない。さあ落ちに画面始まり持っていった、旋風脚を連発して鉄山2発、下中パンから2勝脚です、ロッキング垂直ジャンプ、大キックはユリアンです、チャリオタックルからエイジス
しかし距離を取るオチビューン。いやーこれはきつい。タックルイジス決まりました。日本連取です。天満ベガス中堅阿部ユリアン、先方オチビを倒して KO ファミリー。2人目は厳密心ピエロ。もはや説明はいらないと思います。全員一ピエロ、全員一レミと言って過言ではありません。その精密な動き見せていただきましょう。決勝トーナメントの舞台1本目です。上ベルキュー下ベルキュー、おっといきなりソニックマシンガンっぽい。下ライバンからルグレ、そしてマシェリは入らない。ユリアン怒りの大パンチ。ルグレ飛んでいくが帝王ボム仕留めたのはユリアン。グエベルキュー下ダイバン、マシェリで追い打ち。高め鉢詰めましたよ。どうするユリアンにはグエベルキューもしゃがんでまたあります。さあビエルジに反則を。ちょっとかさ当たり気味でしたが十分でしょう。さあここからどうする。ゼロドットユリアン、最後は対応できない。下ベルキューベルティオンズワンコー、バスですね。さあルグレ高めにガードされましたのでこれは投げ確定でしょう。今下ベルティオンね、大パンチ相打ちになりました。いやーこれは厳しい。スタンチが短いレミーには非常に厳しいコンボでした。あっという間にアベイリアン取り返してタイです。天満ベガス中堅阿部ユリアン、 KO ファミリー次鋒ピエロレミーです。1対1空対空、お互い空中での攻防。タックルはガードしている。さあどうするか。下中盤テオボン ES のベルティュ、もう1回テオボン。さあしかしエイジスはない。ここで張ったメタリックスピアとエイジス距離を取る。エイジスは消えている。イエスマシャリ前ブロッキングから投げ、内足を止めたレミー。うまいですね。小足からのマシャリです。イエスマシャリ狙いすました。イエスマシャリ最後はルグレ。いやハイレベルな攻防でした。ちょっと実況が追いつかなくて失礼しました。ニードロップ、こちらが入らなかったところでレミーのイエスマジェリー、そしてルグレが入っていった。さあ天満ベガスは4人目副賞になります。ロリダッドリーが出てくる模様ですがどうでしょう。違いますね、違いますね。スクラップ剣ですね。昨日のねプレクーペでも非常にいい動き見せておりました。また、プレーオフに進出にするにあたって最大の功労者と言えるでしょう。非常に動きのいい剣です。スクラップ剣副将ピエロレミーは次鋒です。昇竜拳は使っている。大パンチマシリで追い打ち。ベルキュー画面端詰めましたが逆に体を入れ替える。スクラップ剣グラップ距離を測ります。ピエロレミ投げてグラップ、うまいですね。打ち落とすのはルグレ、これはブロッキングして中足波動。ベルキュー中足イエス波動、ここで膝からの確認ミエルジュ。いやお見事ピエロ。ここが厳密心のゆえん。最後も落ち着いていた。下中パンチ。さあグラップ釜蹴り、スクラップ剣に対して投げでダメージを奪っていく。さらにはベルティュ、下ベルティュを中心に打っています。ルグレ一文字蹴りはスクラップ剣。さあベルティオ連発ブロッキング大パンチです。
これは入っている。きちんと確認してビエルジまで繋いでいった。ルグレ、イエス波動はスクラップ剣ゼロドット、どうする。イエスベルティ、イエスルグレ、最後も勝利打ってしまった。スクラップ剣、何かも憎いんだよ。さあ残すところ天満ベガス、大将のロリダッドリーのみとなりました。 KO ファミリーはねまだ、先方チビが敗れ、時報のピエロ、残り3人がトクラ、KO、ヤクンと、もう考えたくもないメンバーが揃っています。ロリダッドリー、その高名なプレイヤーとしても4人を相手にするには相当なハンデとなります。さあピエロは SA をビエルジュに、あそこ悩んで、ビエルジュ2番にセレクトしています。1ラウンド目です。ピエロはね非常に楽に戦えるんじゃないでしょうか。心強いチームメイト、まだ3人後ろに残っています。対するロリダッドリー、もう後がないというプレッシャーを力に変えられるかどうか、そこがポイントです。ダートから下ブロッキング、中盤差し込んでいくがピエロも対応している。投げていく、ルグレ深く入ったがイエスマシェリー切り返した。イエスをスイングブロー、ダートターゲット、最後はレバー前で大パンチ。ドリダットリー1本目を選手、さあ距離を伺う2本目です。ピエロレミーとしては取り返してね、3本目に持ち込みたいところ、それは当たり前ですけれども、ドリダットリーはこのままの勢いで2本先取して倒しておきたい。下ベルテュー、おっと下ダイパン、マシェリテは打ち、イエスルグレ、下ダイパンからマシェリ、もう1回膝からの確認、ビエルジュ、お見事です。ピエロレミールグレ、下からのターゲットはロリダッドリー、これは痛い、飛び込み台形からジャクジャク刻んでのコーク、そしてダートコーク、あっという間に9割、大パンチ、おっと最後はしゃがみ中パンチ。さあ誰が出てくりますかね。 KO ファミリー中堅3人目になります。もうロリダットリーは誰が出てこようが倒すしかありませんが、おっとなんか牽制し合ってますけれども、どうやら KO ヤン。さあ、天満ベガス大将ロリダットリーに対して KO ファミリー中堅の KO ヤンです。その名前を冠する KO 自ら出陣。1ラウンド目、投げていくロリダットリー、下大 KO、 そこに中堅を差し込んでいって灯籠山3発重ねていきました。最後使っている、中継からの選球体で追い打ち、ショートスイング痛い、下ダイパンブロッキングしている、連動が高いですねロリダットリー。トロザンリバーサルでコーク、手を出していた、思い切りがいいコークです。2ラウンド目、イエストロザン、これは目押しでつないでいった、小足からのイエスソロ、もう一回中盤刻んでからの灯籠山、イエスのジェットアッパー、ロリダットリー、いい加減にしろと言わんばかりのジェットでした。大パンチ追い返す、リープで乗っかる、大逆襲から灯籠山、さあさすが KO、 プライドにかけてタイに持ち込んでいる、しかもあっという間にね取り返していますけれども、開幕そのリズムをつかむようにジャックジャックからのコックスキルブローを当てたのがロリダットリー、お返しとばかりイエストローを叩き込む、
下台形からダッキングストレート、リープ、イエスゴロロッキング取っている。ライフシューやや高いか、スタートはガード、ライフシュートローザン、シュー足からもイエスゴロ、もう一回ライフシュー、リープブロッキング、どうする、これは決まった、1回戦テーマンベガス対 KO ファミリー、勝者は KO ファミリーです。それでは解説席お願いします。あ、失礼しました、第2兄弟まだ続いてますね。チーム人狼副将の抜き、マスターコース副将の貸し、つまり4対4で、同星というところです。非常に佳境ですね。抜きと貸し剣です。さあ、しかしそんなことを言ってる間に抜きがどんどんと体力を奪っていました。最後は発見、チーム人狼頼りになる大抜き、副将として出てきています。しゃがみ中盤からヒット確認、陣雷は貸し剣です。中盤刻む、逆に投げていく大抜き、中足からの昇竜拳、投げる画面端背負わせて中足放物線、これで体力的に逆転、大勝利を打ち返す、中台からのイエスハードでした。下ブロッキング、これは痛い、中足ダブル昇竜、貸し剣お見事。ファイナルラウンドです。ライキック風神雷漏らした、ここはきちんと反撃していく、大向き、うまい、大足をも、あっとこのスタンのコンボは入らなかったが、大幅リードは間違いありません。しかししかし分からないぞ、まだある、貸し剣、神雷まだ残る、そして昇竜拳、大抜き敗れる。チーム人狼副将抜き敗れて、出てくるは大将バナオ。いやー、貸し剣の気合お見事でした。やはりね、画面端での強気な攻め、それが体力奪っていきましたね。さあ、バナオミスター電人、対するは貸し剣、精神集中しております。バナオは大将、チーム人狼紹介しておきますが、バナオ、ジロー、カエル、抜き、メッサーというメンツです。その対象はバナオ、中継をブロッキングして、中央シャドウは貸し剣です。赤ブロッキングから下台パン竜巻、大昇竜がっちりガード、あーっと、しかし中央信頼を逆撃、貸し剣、中台から昇竜拳、中はガードしていたんですけれども、ラップ、トモエ、中足からのイエスアド、最後はめくり気味の空中竜巻、Are you ready? Go! さあ、マスターコース副将貸し剣、中足からの昇竜、トモエ、そして波動電人、中足のイエスアド、ピオッター、きっちり3段入れていく、そしてまた電人が溜まっている、いやー、お見事です。バナオ、さすがミスター電人、マスターコースはですね、ゲームセンター嵐、リディニット、キャベツ、元カシ、どういった順番で立っているか知りませんが、今は副将のカシです。しゃがみ中盤からの疾風陣雷、
投げていくのはカシケン、ブロッキング取ってトモエからブロッキング取っているが手を出していた馬場を中前から昇竜拳勝ったのはマスターコース。いやー劇的でした。解説席お返しいたします。こちらかな。はい、さあ今すごい熱い試合2試合ありましたけど、1試合まずやってたのが、KO ファミリーと天満ベガス、まあ、これも先ほども同様配信と同様で、まあ、関西対関東というところで、まずはオチビが、まあ、あの普段通りのあんまりプレッシャーを感じさせない軽快な動きで倒していった中、阿部さんのユリアンが、まあ、あのゲージの溜まってる状態で、まあ、うまいタックルの当て方から、まあ、きめ細かいコンボもありましたしね、そうですね、で、まあ、オチビを倒した後、まあ、ピエロには負けてしまったんですけども、その1試合目などはもう、ダメージを取らずきっちりとレミーの弱点であるスタンを確実に決めるコンボに切り替えるなど、やっぱ要所でかなり光るプレーをしていて、で、まあ、かなり押してたんですが、まあ、ピエロ、まあ、あんまりレミーっていうのもレアキャラで、まあ、なかなか対戦する機会ないんで、まあ、そこまでの対策っていうのは見られなかったんですけど、まあ、それがまあ、ちょっと原因っぽくなっちゃったんですけど、負けてしまったっていう感じですけど ね、まあ、ピエで、まあ、最後ロリさんが、ピエロを止めて、で残るはヤン2枚ユン1枚という状況、まあ、虚弱キャラだったので、まあ、かなりどうなるかわからない展開で KO とやってたんですが、まあ、かなりいい試合してたんですけれども、まあまあ、最後までチャンスは作ってたんですけど、 そのチャンスに反撃を、まあ、叩き込めなかったのがちょっと敗因でしたね。まあ、なかなかやっぱ、特に KO とやってるプレッシャーっていうのもあった中で、やはりすごいハイスピードの中だったので、まあ、ちょっと最大を取れなかったところもあったかもしれませんが、まあ、でも KO 側も辛くも勝利といったところ、そうですね、辛かったですね非常に、はい、でもう1試合配信をしていた、まあ、あの優勝候補の一角である人狼の抜きですが、まあ、スタンさせたところから最大コンボに行けなかったところで端っこに行ってしまって、置き攻めを通され続けてカシケに葬り去られてしまうという、まあ、その天敵のチュンリアを剣で倒したってことで勢いがついてますね。そうですね、大将もニットユンがいたんで、ニットさんのユンがいたんで、かなりその、まあ、度胸ある攻めでしたね。さあ今は映ってるのは、これは副将の国と大将の富永、さあ電陣が当たって、もう虫の息だが土佐があるぞ。いやー、ここはもう竜は絶対行かないですね。これは危ないですね。さあ大将戦のようです。これ実況は実況じゃなくていいのかな、実況じゃなくて僕らで、実況じゃなくて僕らが喋っていらっしゃる。さあこれまんまの竜か、まんまがね、あれ誰、あれまんまの、まんまと富永です。まんま流、はい、対象戦です、はい、先方入ってます、あ入ってますね、それでは私実況を入れます。対象戦富永対まんま流ですね。これで決まります。神保町太郎対ショータイム、大将富永、大将猫まんま竜。さあまず両者ゲージを貯めていく、そして画面端追い込んだ富永、投げていく富永誠、中足からの竜巻。さあしゃがみ中パン、しかしここでだっちりガードして唐草、そして土佐波吹き上げピオラナイ巴、そして中足からの真空竜巻です。マインタイパン、中足溜めるイエス波動、画面端はどうする、最後は中キック。富永誠まずは1本目というか体力的には半分以上残してましたね。さあどうするか、まんま竜はもうこのまま負けるわけにはいかない。中足からの灼熱を狙っていく、
灼熱、画面端冷たいが今は画面真ん中です。下ブロッキング取ってからイエス得刀、竜巻では打ち、この大ダメージです。めくり気味、剣、早手早手、画面端下ブロッキングから大パンチ、力強い大パンチ。ファイナルラウンドです。大将戦、神保町太郎かショータイムか、まだ決定打は生まれません。ファイナルラウンド、イエス剣を取っている、灼熱生で出してきましたね。投げたな龍、弱弱刻むがイエス剣、下台盤イエスおろし、うまい、弱弱弱刻んでイエス剣、下台盤こっから最後の勝負、投げリープ、最後は空対空大パンチ、勝ったのはショータイム。いやー劇的でした、最後の空対空。解説席お願いします。いやすごい、まあ、まんま対富永でよく都内では見る組み合わせだったんですけれども、いやしかもこれって真空波動とトサラミだったら龍がちょっときついんですよ。しかも1ラウンド取られてのスタートだったん で、ね、そこでまんまさんの非常になんかあの元気のいい粘りで、はいはい、最後最終ラウンドに持ち込んだところで、真空が溜まってトサラミも溜まってっていう、かなり龍としては悪くない状況だったんですよ。そこでちょっとまあいい勝負の状態でママさんがその中距離からブロッキングを挟みながらのやっぱり中足真空、はいはい、まあそういうのが全部その読み切られて、まあ富永さんがちょっと窮屈そうでしたね。トサミのちょっと攻めが弱いっていうところを疲れましたね。そうですね、結局1回だけ掴んだけれども急所になる、まあ、あの負けてしまったラウンドはやはり掴みきれなかったっていうところがやっぱり、まあ、勝敗の決定になってしまいましたね。そうですね、持久戦うまく制したまんまさんお見事でしたね。はい、さあこれで1回戦右側のブロックが終わりましたが、 KO ファミリー、さあ人狼が負けてマスターコースですね、 DD ニット率いるマスターコース、そして埼玉勢というか、まあ、RX-RKF の、まあ、ユリアン2枚のチームのプロジェクトアールはマグマ多摩センターに負けてしまいました。で最後、今最後映りましたショータイムが勝ち抜けで2回戦の方をやっていきたいと思います。はい、2回戦の方もちょっと4大進行で行いますのでご了承いただけます、ご了承ください。まあどれも見たい試合ばっかりなんですけど、はい、配信が2番筐体ノーチャンス VS 森バッドガイズということでしょう。まあ、これはいい戦いですね。そうですね、まあ、優勝候補一旦は予選リーグでプレーオフまで叩き落とされたノーチャンスですが、やはり這い上がってきたから強いですね。ノーチャンスがワンチャンスで上がってきましたね。さあじゃあもう試合の方が始まるのでしょう、お願いします。さあ、2番筐体いいでしょうか、実況入ってます。タオルユン対黒人ダトリー、先鋒戦になってます。黒ユンがタオルユン、そしてこのおなじみピンクの上着黒人ダトリーです。視聴率が取れる男 2P 側にいます。しかも下ブロッキング大キックからダッキングアッパーコークノーチャンス、先鋒黒人まずは1本目。さあタオルユン中継さしていく、ではマイレッチューキックは黒人です。大撃手いい位置にヒットしているが大キックの普通のマシンガンブローです。ゲージ発動、大パンチ追い返す、近距離タッシュキックから絶賞で追い打ち、毎周系ヒット確認からのコーク、ジャクジャク刻む、絶賞で抜けていく、では前でタイパンチ黒人だと理由より、しかしタオルユン、ここで原神発動投げていった、おーチャンス、黒人だとり先鋒戦を制しました。
さあ森バッドガイズ、時報はケラマコトです。黒人ダットリー先方ノーチャンス、そして森バッドガイズ時報のケラマコトです。1ラウンド目、さあ黒人今日は調子が悪いという話も出ておりましたけれども、再三局1本目を1本目というか先鋒戦を制しました。投げていくのはケラマコト、ショースイングロー、クリートスピヨっている、下台形のコンボをきちんと決めて最後はショートスイング、ダメージも高くゲージもたまるコンボで締めていきました。黒人だとり冷静です。剣上からかぶせていくケラマコト、ショースイングロー、垂直ジャンプうまく使っていますね。そして下昇系からの正中線5番付きです。さあお互いゲージを貯めるがもう黒人はマックスです。これはどうですかね、結構もうあっさり死にに行ったという感じもします。ファイナルラウンド、イエスショースイングロー、そしてロケット画面端下台形2回、あとショートマシンショーマシンガンブローで落としました。ダッキングアッパー、ロケットゼロドットバラで削った、ノーチャンス先方黒人2人抜き、森バッドガイズ薫ユンが敗れ、そしてケラマコトが敗れ、バゴーンのユンです。大会スタッフとして、トクラとともにですね生き残っている数少ないプレイヤーです。バゴーンのユン、対するはここまで2人抜いている黒人ダトリー、1ラウンド目、垂直ジャンプ大激襲を見せていくバゴンユン、まだお互いにあまり接敵はしません。投げていくモンキーフリップ、ドーキング取って大激襲、イエスマシンガンブロー、ダッキングアッパーです、ダメージ詰めて、しかしイエスに仕掛けて切り返す、大激襲直前持ちからモンキーフリップ、テツさん大パンチ追い返す、直前押し、今度は逆に投げる黒人ダットリー、最後はレバー前で中パンチ、黒人いい感じで波に乗っています、リズムを掴んでおります。ゲージしのいで大キックマシンガンです。さあ下台形を見せる、あ、打開の左手にヒットですね、イエスジェット、リバーサル、中継からのイエステッサン、バゴンもひるまない、グラップ大逆襲、ターゲット中継からのゲージ発動、中盤2回を刺す、さあ打力的にはほぼ五分だが投げていく、グラップくぐって向こう側ゴク大キック、最後は黒人の職人技、ダッキングでくぐって向こう側からのゴク、そして奥攻めでした。さあ森バッドガイズ、中堅になりますね、ヒアシンスユン、さあ、ヒアシンスユン、奥さんも応援しているという状況のです。ぜひカメラさんも撮ってあげてください、奥さんをね。下からのターゲット、しかし黒人多分そんなことは気にもせずにというか、むしろ敵対心を燃やして戦っていくんじゃないでしょうか。しかしからのジェスチャーターゲット、ゲージ発動、ヒアシンスユン
距離を取るダッドリー、飛び込んでカラジャンプからの投げ、最後はリープで乗っかった。1本目は黒人。さあ2ラウンド目です。下台形、下台形、もう一回見せる。ライフシュアガードしているが2発目はヒット。ジャックを掴んで下ブロッキングから中足接触、そして原神発動リバーサルで航空。いやー黒人落ち着いてます。中足から、中盤からの2小脚で締める。ライフシュジャック掴んでもう一回これですね。さあ原神発動、めくり大激襲から向こう側回り込んで潰していった。イエスのショースイングロー出していったところに中足がヒット。ファイナルラウンドです。ヒヤシンスユン中堅先鋒黒人ダッドリーリープしゃがみ中盤ダッキングヒット確認コークスクリーブローです。ダードフォーク、まだ重なっているが、ホキリップ最後は下昇系。いやー冷やしん水運も下して、さあですね、モリバットガイズもう大勝です。モリビー剣黒人ここまで4人抜き、調子に乗る波に乗る黒人、その波に引きずり込まれてしまうのか。森B大昇竜で打ち返す大パンチ、イエスの竜巻が出ているが中パン、中パンを出していく大昇竜、最後はバックジャンプ大キック。森B剣中足、そして陣内です。ダメージ詰めます。 ES ジェット2発目のみヒット、釜蹴り付属部分がヒットしている。 ES 昇竜大キックリープ乗っかる。 ES 竜巻リバーサルでコーク大昇竜。森バットガイズ最初は森 B 剣先方の黒人を倒した。しかしノーチャンス、こっからの層も厚い。まだ残っているのがですね、力丸、ボス、チャンス、ミモラ、この4人が残っています。さあ誰を出してくるんでしょうか。モリビーすでに準備満タン、そしてノーチャンス、地方には見物誠です。鋭い前出しが持ち味の見物、印象的な力強い昇竜拳森 B 真っ向勝負です。大昇竜3発目のヒット、かかと中足、鋭い前出し投げていくのはミモーラ、中盤相打ちです。中盤からの早手、そして正中線5段突き、この辺はきちんとラウンドをもう決めていく。2ラウンド目です。モリビーも後がない、ガードしている、恐ろしいミモーラ。いやーしかもガードしているのみならず赤風呂で少しでもダメージを奪っていこうと割り込んでいきました。恐ろしい男です。中盤向こう側からめくりシューキック、中大波動スパキャン陣内です。シャクシャクは最後は立ちになっている、投げていくミモラ、リバーサルで竜巻、そして決まった、おろしいスパキャン正中線五段突き。勝ったのはノーチャンス。さあ第一筐体に場面は映っていますね。
続いて実況したいと思います。さあ、ミカドは、中堅でリンゴ伊吹です。しかしそこで今、敗れてしまった麻布は地方地方院財先生、つまり地方中堅戦を、終えたところですね。で今、ミカドの方は4人目副将の BBK ダトリ、そういった状況になります。印西先生、チュンリー、地方、そして BBK ダトリー、先ほどね非常に素晴らしい、快進撃を見せてくれたダトリーです。この赤い上着印象的です。大キック連発、印西先生も距離を取ってゲージを貯める。いやこれは痛い、飛び込み3段ショースイングロー、ピヨット大パンチからジェット、いやー力強い、すごい爆発力ですね。踏みつける、さあ BBK まずは2ラウンド目静かに落ち着いて向かおうというところ。コーク打っていった、これもう一回前ですね、垂直ジャンプ、きちんとヒット確認、大キックをしてからコークを打ってきました。レバー前で大キックはチュンリー、もう一回ブロッキング、あーっとしかしダッキングストレート、使ったところに中足強欲です。踏みつけて最後はバックジャンプ大パンチです。印西先生ファイナルラウンド3本目です。中足大キック、小足を刻む、画面端詰めました印西先生。組みつけてシューキック BBK 大キックを見せる、中足さあ1本目2本目とはまた違った展開、ダッキングアッパージャクジャクからのコックスクリブロー、さあ奥攻め、ジャクジャクもう1回、そして奥攻めの大キック。さあアザブ3人目サット竜が出てきそうな感じですね。印西先生を破った BBK ダッドリー、サット竜で決まりのですね、はい、3人目中堅になります。そして BBK は副将という状況です。さあデンジンとコークスクリューです。ダッドリーは72ドットとスタンゲージ非常に長い方ですけれども、それでもデンジン選んでいった、ダートターゲット画面味逃さない、ダートもう一回レバー前で中キック、畳みかける、畳みかける、畳みかけるが中キック投げた、グラップ中足からの竜巻、さあコーク、これはもうこれだけでしょう選択肢。さあ BBK まず落ち着いた1本目を制して、サットリュウはどうするか、デンジンは溜まっています。リバーサルで何か出ていたがショートスイング、スパキャンコーク奥攻め、下からのターゲット竜巻ガードして大キック、ダッキングコーク日本練習。さあ BBK 調子に乗ってきた。そしてアザブ副将ですね、ウッシーのチュンリーが出てきます。さあウッシーチュンリーです、副将ですね、あ中堅副将
負傷ですね、負傷同士の対戦になります。ここで星が並びました。 BBK 快進撃。さあ開幕、あー先手を取っていった BBK、 畳みかけるように台形を狙っていったが、そこを吸い込んでいったのはウッシーです。中足うまいですね、と確認してここまで繋いでいった。飛び込み三段ロッキングしている。八景からの百列を狙う牛準備、投げていった。さあ一本目落ち着いて取っていった BBK、 おっとレバーまで中キック見えたが、赤風呂遠距離タッチ、終盤ダッキングを置く。ウッシー踏みつける、ここでも大キック確認、コークです。大キック、あーっとジェットが出てしまった。八景からの放力戦、垂直ジャンプ、最後は中盤 BBK3 人抜き。いやー素晴らしいですね。さあ、帝大将として残るのがロシヒカリですけれども、その前副将 BBK が大将 MOV を引きずり出した。キングギドラその一本の首、女性はフォークを選ぶようですね。さあババミカド、BBK ダットリー副将、そして MOB チュンリー大将、まずはお互い様子を伺いながらの開幕です。大キックと八景が遠距離で交差する、投げていく BBK、 大景は MOB 下ブロッキング、しかしフォローに逆列が入っていた。八景からの放浴戦、つけ入る隙がない。さあどうだ、前景からのヒット確認コークです。飛び込みも狙っていく、あっとクロスが暴発、大空ブロッキングから大キック、 MOV キャリアが違う。さあ2本目です、下ブロッキングから大キック、ダッキングアッパーからコークです。もう一回大剣を狙う、大キック、今度はチュンリーを返したばかりに画面端背負わせる、そしてスライド上げ、いやー苦しい前を抜けた、前ダッシュ距離を詰める BBK、 前ですね、遠距離タッシュパン、ダッキングオークです。画面端奥攻め、MOV 距離を詰めてくる、距離を詰めてくる、何事もないように距離を詰めてくる、恐ろしい。さあこの攻防、イエスだ、スピニングバードに敗れ去ったが BBK 見事な進撃を見せました。さあロシヒカリアン大将戦です。ババミカド大将ロシヒカリ、アザブ大将 MOV、 昨年のね、クーペレーションカップでも大活躍を見せたロシヒカリ、そして MOV 今年もそのキャリアに恥じない活躍を見せています。決勝トーナメント第2回戦です。大パンチ最初に差し込んでいくのは MOV、 破山シュート台足が相打ちです。赤風呂から下大パンを見せていくのは MOV、 中足イエスのトローザン生で出していくロシヒカリアン、
イエスのスプリングバード反撃する。下中盤、下中期間のトロザンかける3百個。トロザン大パンチ。しかし一戦中足、それを見逃さない MOV。 中大大ガッチリガードしています。旋風客ガード中足、中足2発。さあロシヒカリがじわじわと距離を詰めていく。アダンシュ、緊張感のある舞い。あーっと格の違いを見せつけた MOV。 アザブ準決勝進出を決めました。解説席お返しします。はい、いや今のに見た2試合、1試合目が、ノーチャンスの黒人さんがもうバッタバッタとツーピーガーを得たということもあってなぎ倒していたところ、まあ、森 B さんが、ね、大将でなんとか止めてくれたんですが、まあ、残り4枚かなり強いところで、そうですね、まあ、黒人さんの得意な、勝ちパターンに持っていったのがやっぱ練習のきっかけになりましたね。あとユン対ダットリーっていうちょっと複雑な組み合わせなんですよね。まあ、ダットリー側からすると結構簡単なんですけど、ユン側の選択肢は結構難しくて選択に困るんですよ。まあ、経験のなさもちょっと相まって黒人さんの勝ちパターンがいきましたね。そうですね。で、まあ、最後ミモラが締めて、まあ、ノーチャンスが準決勝進出。そして、もう一個左上のブロックですね、ババミカドの途中からでしたが、まあ、BBK が、印西先生、SAT、ウッシーと、まあ、あの3人倒したところで出てきた MOV だったんですが、 MOV はどうでしたか。危なげなかったっていうような感じもあったんですが、まあ、試合始まる前はまあどうなるかってとこだったんですけど、まあ、始まってみてしまえば意外と安全な距離を保ちながら、まあ、焦らずに、緊張せずに戦えたと思いますね。そうですね、まあ、あのロシヒカリさんのまあ1試合目白虎が当たってもあと1回触ればピオラせられるっていう状況、まあね、そうですね、あそこは MOV さんの壁を越えたあたりは良かったんですけど、あとはちょっとキャラの壁がもう1枚あったんで。なるほどね、まあ、最後もなんか2本ちょっと砲翼溜まってたんでね、まあ、残念な最後だったんですけど、非常にその距離の調整のうまさとか、はいはい、やっぱり連覇したやっぱ動きだなっていうのはすごい感じましたね。はい、まあ、無情に光った中足砲翼でしたけどね、まあ、でも、かなり追い込んでいたとは思います。さあここから、今ベスト4に上がったのが、まあ、もう一度振り返ってみましょう。アザブチームとノーチャンスチーム、そして KO ファミリーとショータイム。気づいてみると関東勢しか残っていないのか、これは今年は。そうですね、しかも前回の優勝チームの連覇をちょっと目論んでた人たちのチームが今どうですかね。一応ショータイムに高春さんがいます。さあここからは全部一大進行になる模様で、協定の準備ができたみたいですね。そして松田さんお願いいたします。はい、ちょっとね時間微妙なとこなんですけど、ここから3試合一大進行でいきたいと思います。はい、じゃあ皆さんね、盛り上げてください。トックラがやるのかな。じゃあはい、さあそれでは、準決勝、第1試合は、アザブ対ノーチャンス。さあ先ほどは、MOV が怒涛の強さを見せこの準決勝までたどり着きました。やはり強かったキングギドラと、そういった印象を受けますが、さあお互い先方はもうすでに決まっているようです。さあ落ち着いたら行きましょう。準決勝第1試合、アザル対ノーチャンス。さあここで先方出てきたのはサットの竜、アザルはサットの竜、そしてノーチャンスは先方チャンス。メンバーを紹介していきましょう。このアザブ、サットの竜、そして先ほど大活躍、牛山のチュンリー、印西先生のチュンリー、キーパーの剣、そしてキングギドラ MOV チュンリーでございます。
対するのチャンスはこのタライが戦っている唐草から大パンエクスチェストを決めて今スタンサー出たチャンス誠大大チャンス誠と見ボラ誠黒人ダッドリーボスのユンそしてニキバルチュピートそういった5人同士の戦いになっております。この大事な先鋒戦チャンス誠対サットの竜非常にこの大会安定した強さを見せているこのチャンスの誠やはりやり込みは裏切らないそういったところをこのサードストライクにおいてそういったところを見せておりますだがサトテチャの剣中継潰していく中継ダッシュ冷静なチャンスここはさすがのチャンスといったところか最後は壊しエクソモシさあ力丸ボス、この2人は毎回クーペレーションカップ、おなじみの2人となっておりますが、地方勢、このチャンスや、月野郎、前回に関しましては灰谷が、そこに入っておりましたがアクセントを加えて関東そして関西連合軍となっておりますこのノーチャンス対するこの麻布ただいま牛山が登場しましたが同級生5人が集まり固い結束力のもと集ったこの5人のチームであります。麻布対ノーチャンス先方チャンス対ここで地方牛山登場時間を目いっぱい使って MOE からのアドバイスを受けるこの内山そしてチャンスは今まで培ってきたものを思い出すかのように精神統一しております。そして始まりました第1ラウンド開幕はシャインライパン距離を積極的に詰めていくチャンスはどのチャイム中盤戦争投げて牛山を切り返していく100列バックジャンプだけゲージを耐えて前だけチェストキャンセルからさあやはりこの誠対チンリー実力差をひっくり返してしまうほどのチンリーはこのキャラの強さがありますが一発のダメージの大きさといえばやはりこの誠も同じぐらいの破壊力があるそう言えるでしょう。正中線5段突きを持ってこのチャンス誠が正中線5段突き2000音のチャンス前方のっけからノリノリのチャンスジャンプ中継投げてどこかで活路を見出したい石山チンリー中足を寄せ決めて大大を打ち中足上げるつゲージが溜まる元キックいい状況でがいい状況キープして最後は小足重ねて強気に来ましたお互いイーブン状況となったこの最終ラウンド開幕変わらないなさあどうする大番 EX テストチェスト次のタクは10番テストここはフォアステン使って切り返していくジャンプ中継前だけスタンチを気にして中足を寄せこれで溜まっている呼んでいる石山渋谷で培った経験この牛山にあり麻布といえばサードに関してはエリート校と言えるでしょう学業に関してはエリートそしてサードストライクに関してはやはりエリート牛山チンリー、トギノチンリーそしてMOBチンリー、印材先生のチンリーさまざまなチンリーを輩出しておりますエリート高校であります。さあ麻布対この麻布牛山チュンリーに対して迷っているあの力丸ゴッドオブ世田谷迷っているさあどうする残っているカードはミモラ黒人力丸ミモラが行くようです。さあ千葉が誇る英雄ミモラ準決勝第1試合地方にはミモラが出てきましたノーチャンス麻布は地方牛山チンリー
大事な大事な第1ラウンドのスタート、開幕テスト思い切った唐草大パンチェスト強気にテレビボラ鉄熱い打ち抜いてと、そういうことなのか、ミモラ早めの対処、早めの対処、さあミモラ早い早い早い、ミモラ全中戦まだ残っているが、どうする、シャーミー大パン、あっという間の1ラウンド、立ち上げ、さあこれは相手のつかりましか、ミモラブロってシャルチブルト下がったところにチーラス刺さっている、踏みつけて冷静に投げにいっているシャワー、腰固めて台形、おっとこれハイジャンプキャンセルかかっていたところだったんですが、ジャンプ台形食い込ませて体力リードしてはだが、しかし接触圏内ブロって立ち台形足多く持っております、このミモラ、そして立て続けにチュンリーが続いていきます、インザイ先生のチュンリー登場です、さあ1ラウンド目から圧倒的なスピード勝負に出ていったミモラだが、この試合はどうなるか、そしてインザイ先生、このミモラを流れ止めていきたい、投げて投げを立て続けに竹内吉、今度は打って変わってミモラ1ラウンド目押されている展開になっている、水谷先生ここで一旦下がってゲージがあることを、地面にゲージがあることを確認して、シャミチューバーまだ先週戦使えないが、ここはここはスピリングバードは起点の効いたスピリングバードキック、繰り出していったらインザイ先生、1ラウンド先生投げてブロってダッシュガラクサ大パンエクセスト走って壊しエクソロシンガードしているしゃがみ大パンブロって大剣アイチャンキャンセルチェスト、これは確定反撃のチア小学生、その次の投げが気になるが、コバリープチアシンガードしてミモラは相手の心の隙間を狙っている、この速い動きの中でガラクセ、ここは冷静に使っていった、殺せるときにしっかり殺していきましたミモラ、さあそしてこのゲージが空になってしまった状況、印西先生としては先手を早めに先手を打ちたいと、そういう気持ちだったでしょう、白血球放射線先に先手を取ったのはこの印西先生、ジャンプ中継しゃがみ台番投げて印西先生リード、投げやグラップしゃがみ中盤セット、さあそして圏内空振りに対してM.O.V. もびっくりしている、さあ M.O.V. 今の嘘だろうと、勝てばいいんだと、頭がいいんだと M.O.V. が言っております、偏差値は72でございます、さあここでボスがいった、氷山の3つの氷山の一角、ボスがここで登場、チュンリー戦には無類の強さを誇るこのボス、サードストライクにおいてチュンリー戦が一番に弱いプレイヤー、そう言えるかもしれません、このボス誠を使っても優を使ってもその破壊力は抜群だ、バゲットからゲージ中継が届く、届けでしょう、ジャンプ台形中盤でしょう、第1周ターゲットからこれは EX 鉄断庫起点を利かして変えたか、しゃがみ台形投げた、さすがのボス、ゲージに開幕発動して
ここは十分な前方前進のみでも十分な体力リード取れる状況。投げて印西先生としてはこの攻撃宣言し何本使ってでも倒さなければいけません。プロってチラシを打って逆です。キック今の位置はあえてしなかったのか。大盤通常打撃に切り替えてゲージを使わない、そういうつもりなのか。印西先生投げてボス側はここでターゲットゲージ陣出た。これは死ぬか、まだ死なないか、まだ残るか、残って、イエスエススピリングバード MOV の支援、イエスエススピリングバード、うまい具合にゲージの減少を最小限に食いとどめました印西先生。だがしかし高校生大抵こういう戦どんなプレイヤーであろうともこの陣理気は抜けません。中野選手この中野選手の使い方抜群に前にコース小判体育ゲージにしのぎ切って投げアグラップ強気にいくボス強気にいってタグト大抵頭がいい。先生好きな食べ物はズノーパンと言っておりました。この印西先生偏差値は72です。あの日能研の模試では全国5位に入るという実力を持っておりますこの印西先生。そして出てきたのは小軍人。さあ航空陣悪い流れ止めていきたい。さあこの調子のいい流れのいい麻布チーム印西先生はやはり隣に MOB がしっかりついたアドバイス裏回り上げる2カルバガードしている。リスクの高い方リスクを最小限に食い止めて流れが取りましたが前風呂から台形イークスマシンがカリバー垂らすダートコーク。やはりダウンを取ったらこの男世界一かもしれません。黒人チャリシューパーいいよ投げてリップジョベリックか印西先生チャリシューパーどうする投げ上げラップ中心リップガードしてオッケー見逃せない行動目が離せませんこの1ラウンド印西先生が取っていきました。これはダッキングアッパーだったかバックジャンプ台形元気体育中足中足中盤飛ばせない黒人得意の空中戦だがガリバーだってガリバーだってダッキングアッパー航空 EX アウトガリバー動いたの方に当たっている2ラウンド目さすがにこの男取り返していく黒人。このピンク色のラットリーといえば黒人です。ハケ素晴らしい差し込みを見せたがシャブロッチャブ10番効果出なかったか走って強気に行くがガリパン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 と立て続けに打っていくやはりガリパン。そして投げて CBX のフェイク悪い流れは俺が止めると黒人勝利。悪い流れ止めていきました。そして出ていったのはキーパー。ここで野獣キーパー登場。ハザードストライクにおいてこの剣隊だと非常に好感度と言われるカードですがこのキーパー黒人この2人何を見せてくれるかそういったところに注目していきたい。ジャンプライダー中足ショースイング引き離して EX 竜巻旋風脚をうまいことやっていった黒人ガリが当たって
最後はチェンバッパー開幕ダイパン耐久性能の非常にいいこのダイパンですが一時はこのキーパーダットリーに対しては侵入権があるんじゃないかといろいろな考えそういったアイディアを思っていましたが一時はシャドウジェダイ一旦切り返して今は陣内に戻しておりますおいしい成功くんビザビーストあっという間に形勢逆転黒人に決まる太鼓の MOA 2対1とそういう格好になりましたがさあそして MOA さあここでアイディアが浮かぶように酸素を補給する MOB これも麻布ならではとやはり脳を活性化させることこそ勝利につながる朝食べたものはチョコレートだと MOB 言っておりました朝食を食べることは重要昼食を食べることも重要だがしかし夕食は抜くことは最重要なんだと言っておりました MOB しかし頭をフル回転に使ってこの MOV だがしかしこの黒人弾くその場を壊し続けてきたこの男黒人長いグラップしてカニパン行きたかったがタッチパン MOV の牽制が非常に弱い小畑くちょっと待って中足大剣を泳ぐぜ頭がいいさあ黒人どうする投げて内足小判体育圧倒的な MOV バリアまるでフィールドを張っているかのようなこの MOV の守備形態そして攻撃強い MOV そしてギドラ対決大将戦です大将戦キングギドラ対決となりました昨日の友は今日の敵でありますさあやはりここで待っていましたブドウ糖と補給糖分を補給してこのブドウ糖何がいいか一口パックになっておりますそして甘いと MOB 満足さだ笑顔を見せてそしてに決まるゴッドオブ世田谷冷静な表情さあ決勝戦に進むのはどちらのチェンディーか MOB 対に決まる時間はいっぱい使っていくいきまるにサードを教えた男といえばこの MOB その MOV を闘技で倒した男といえばこの力丸さあ一声上げて MOV 力丸お互い準備はできたかできたか5432準備はできましたパスバンドお互いゲージを貯めつつ相手の隙を見切ってこのハザンシュー繰り出していく中足に対してのこのハーサン大攻撃がゲージが溜まるということで大攻撃をバランスよくばらまいてばらまいて初めはお互いゲージを作るところからスタートなんですがお互い相手の技を見つつ逆に技を繰り出してゲージをお互いイーブン状況でゲージの溜まりもイーブンこうなるとこの中足の差し合いが始まりますかこれはサードストライクおなじみの光景です投げてリープおおよくせん先に当てたのは MOB バックジャンプダイバーそして力丸やり返していく試合勝負戦ないない100レスキック投げてボーイ試合の作り方がうまい中足だけの付け
炸裂キック、そして投げ、お互い最終ラウンドに向けてゲージ状況ボード変わらず、お互いほぼリマックス、先に砲翼戦当てた方が勝つかもしれません。チュアシの振り合い、息が止まるよ、チュアシの振り合い、いきなり行くのか、リキが行った、ガンダロハノーチャンス、激戦でしたね、松田黒田さん。まあ最後はもう最強というのぶつかり合いなん で最終ラウンドも一気に終わりますからね。まあ2ゲージ2マックス同士の当たり合いだと、もう本当にどっちが先に砲翼を当てるか、本当にそこに集約されてて、まあサードストライクの終末像といいますか、まあちょっと黒い部分見えましたけど、そうですね、まあ、最後はあの砲翼戦当たった後に追撃でビーパータックとしゃがみ中キックの2択だったんですけど、はいはい、しゃがみ中キックがあの1フレちょっと遅れると MOV さんは踏んで前風呂しゃがみガードいったところを、あの力丸さんがしっかり重ねた感じですね。なるほどね。まあ、2ラウンド目も、まあ、1本先取された力丸がうまくゲージ用の温存して、まあ、勝利して、だからあれですね、1本使ったはずなんですけど、その後殴り合いになるような状況できっちり当てて一気に回収しきってたっていうのがやっぱ良かったですね。まあ、力丸さんのその端っこに押す能力がやっぱ高かったんで、そこでちょっとあの出すタイミングを読まれましたね。そうですね、1本使ってもまあ回収して最終ラウンドに2本持ち越してっていう、もうゲージプランでまあきっちりはまった感じでしたね。そうなんですよ。まあ、対処に行くまでのその長い道のりもチームワークがかなり良かったんで、お互いのチームも、そうですね、どっちのチームメンバーもかなり頑張って、 MOV にも力丸にも負担がかかりすぎるということなく来てたんで、まあいい試合だったと思います ね。さあ今のでまだ準決勝第1試合、続いてはまだまだ準決勝第2試合がありますね。次は KO ファミリー、これもKO、ヤックン、トクラ、オチビ、ピエロという、まあ各キャラのトッププレイヤーが集まっているチームで、ショータイムの方はクニ、マンマ、ショート、あとコーシュン、アイクと、まあ、こちらもやや若手が中心の中、コーシュン、アイクが、まあ、締めてくれている中、勢いのあるチームですね。まあ、勢いかなりありますね。今後このかなり今これから始まる試合っていうのはバラエティに富んだ感じですね。でまた電人波動を使う国、まあ、まんまも真空か電人か分かんないですけど、ちょっと抜けづらい、まあ、ヤンは天心があるんですけど、ユンとレミはやっぱある程度受けなきゃいけない、そしてスタンチも割と低いというところはやっぱちょっと、ええ、まあ、これからの戦いではかなり攻撃力が高いキャラに対してユンが苦戦を強いられる、まあ、試合も多くなってくるのかなと。まあ、あとその普段見ないコンボとか、連携とかも出てくるような気がしますね。なるほど。さあ準備はまだ今先方決めがやはりかなり、まあ、難航してますね。先方決めはかなりあのチームのその流れを決める役割も果たすんで、まあ、簡単に負けてはいけないんですよね。そうですね。さあそろそろ決まった模様です。じゃあ実況の方お願いいたします。大変、はい、クーペレーションカップ準決勝第2試合、さあ勝ち上がってきたのは KO ファミリー VS ショータイム、開幕はトクラ VS ネコマンマになりました。さあ第1試合始めていきます。まず開幕、トクラが触りに行った。さあ中足からドローザン、裏に回ってここもブロッキングが入る、ジャンプ DC 壊しエクストロー、しかし大パンチから一気にスタンさせていく。まずはトクラ幸先スタート、 B 勝ちで勝利。さあ第2ラウンド、ビャンコの持続部分が当たるが手前落ちから N 投げ、さあママも暴れ返していく、大パン中足ドローに対して大足を差し込んでいく、いいエクストロー、ここ踏み込んでいった、投げる小足から
さあお互い一度距離を置いていたが打撃、前ボロから大パン、ここは大パン勝利拳、腰引くとろ、さあ体力がほぼ並んできたが雷撃10番ドローだ。さあまず KO ファミリー先制していった。ヤン側のラッシュで猫バンバにストレート勝利。さあショータイム、時報誰を出す。さあショータイム、ここで時報アイク登場。本日ここに来るまでも大活躍していると聞いてます。さあショータイム、本日一次予選からかなり苦しんで上がってきました。開幕の一次予選三つどもえまでもつれ込んで代表者戦2回も経験してます。そんな苦境の中から這い上がってきたこのチーム、準決勝の4チームに名を連ねています。さあここは PX トロ、さあお互いまずは殴り合って5番距離を置いて大ジャンプ大け緊中系から電球台5番落として前方転身中足 X トロ打撃、しかしアイクアが投げて、さあ追いかけていく、ここで EX トロ踏み込んでいった。さあまずはトグラ第2ラウンド踏み込んで中足トロだ、裏回りここはゴーグっていた。さあバラを重ねてダートは立ちたいパン、さあここでダートの暴力が、しかし EX 選球台からの解放で逃げていく。さあそしてドグラペース、バイボール入っている、 DC 入って壊しエクトロ、ここも踏み込んでまだドグラが押すが投げるショートスイング。さあ取り返していったアイク、最終ラウンド解放でしっかりくぐっていく、ジャンプダイバー、ここはワンブロから緊張系大剣、さあトグラ対空のジェッパコーク、下ブロから10番エクトロ、さあお互い一歩もいかない、エクトロガードしてビャンコが入って出してればエクトロビャンコ、さあお互い早い展開だが、はい投げる投げる、トグラ2連勝。さあ開幕まずは KO ファミリー、先ほど実況大活躍したトクラ、ここで2連勝していきました。ショータイム残りは光春、国、そしてショーです。さあ現れました前回クーペレーション覇者光春純理。さあゆっくり時間をかけて SA 選択します。トクラも精神集中、ここで SA 決定。さあ中堅光春純理 VS 前方トクラヤン、前方転身緊中系大剣、緊中系大剣前方転身、さあスタンチが一気に9割、前ボロ入っている、犬投げスタン、ジャンプ三段道路さん、さあトクラが止まらない。第2ラウンド準備がまだゲージも溜まっていないが、ここはエクトロ、怖い怖い怖い、エクトロ打ち切っていった、中足道路、さあ打った気が全て通る、トクラここでも B 勝利、相手に何もさせずにゼロ PP、 3立てです。さあトクラ3立て開幕。さあショータイム追い込まれた、残りは国とショー、そしてチーム名にもなっているショー、ここで投入。さあ
徳良が開幕からノリに乗って一気に相手を追い込んでいったが、大成決定、副将翔 VS 先方徳良、開幕のドローさん、さあ先ほどから前に出る前に出る、この徳良止めれるのか、打撃駒から緊張け、中足ドローさん当たっている、中足ドロー、さあ EX ドローを混ぜす、中足ドローさん打撃、ここで石からゲージ発動、さあショーターンを取り返していく、小足電報停止、掴んで道路、さあ流れを引き戻すか、踏み込んで TC 選球隊、ここはグラップ入っているが、さあ当たっている、さあゲージゲージが怖怖、踏み込んでローキック、赤風呂、さあここでゲアと、ここで大の選球隊、この度胸は何なんだ、さあ徳良が先制、ここも押し切ってしまうのか、でも電信中足ドローさん、小足ブロッキング入ってて、ワンブロから小足エクストロー、中足ドロー、中盤 EX ドロー、五目徳良4連勝、さあ誰がこの展開予想したでしょうか、ゲオファミリーが止まらない、ショータイム、チームの命運を握って出てきたのは大将クニ、昨日のプレクーペでも大活躍を見せていました、あまりに速すぎる電人で対戦相手を恐怖させるこの国の竜、さあその肩にチームの期待乗せて、ここで大将先鋒戦、国 VS 徳良、まずファーストマッチはここで国中足、しかし徳良も切り返す、踏み込んで裏から投げていく、はい、ここで大竜巻打っていた、画面足に投げて、さあそして出た6人の電池、ここでスタンしてしまう、ジャンプ3段しっかり決めて、さあ大将君にここで勢いを止める、第2ラウンドコパンで落として、打撃には立ちたい真ん中、ここは徳良 TC で切り返していく、EX トロー、 EX トロー当たる、 EX 勝利、仕事バブロン2回切る、大パン EX 得点、竜巻ゴジ打撃から前方前進、さあ中足トローさん、ここで体力コバコバだが小足、ここでも細かい連携からトローさん、コバコバコバ中足波動追い返していくが、手前落ち投げて投げすかり着熱、さあここで大将踏みとどまる、これで流れが変わるか、さあ KO ファミリー、ここで誰を出していく、出てきたのはヤックン、さあ残りヤックン、オチビ、ピエロ、そして KO とそうそうたるメンバーが揃っていますが、国の電人の破壊力なら分かりません、さあ今日何度目かの精神集中、大将次鋒戦、国 VS ヤックン、まずお互いに触り合う展開、中足でしょ、そして投げ、最初にペースを握ったのはヤックンだったが、国も勝利で切り返す、5番踏み込んで投げる、中足からの電陣、ここで3電陣打っているがヤックも持っている、
さらげて中5点リブバクセラが接触ガード落ち着いて投げた。さあ冷静さをしっかりと保っている国、ここでまずファーストラウンドゲット。さあ中足接触、ここでゲージ発動、ガードしている、ここもガードしている。さあしかし前方転身で3、しゃがみ中盤2勝客。さあ芸のゲージがすでに6割超えているが投げてで3ゲーム発動して旋風旋風。さあダメージを温めつつ叩いていく中足、ここはグイが前に出るがヤックもとがめていく、ジャブだけ対応し寝かせて、ここで電池ゴール、グリ2連勝。さあ追い込まれて強いこの男、4立てからの2立て仕返し、そして出てきたのはファミリーの王さ KO やん。さあ KO 側は早々に SA 決めています。国に課せられた勝利数はあと3つ。さあ SA 決定して大将 VS 中堅、国 VS KO、 ジャンプ DC、 あ中堅追い返していく、ダッシュだけグラップして、ここはコパンローズ、さあどうだワンブロー大勝利。しかしここは大足ブロって踏み込んで中足、さあ KO や持っていく、リエクトロ当たる、打撃投げて中足、リエクトロ当たっている、一度距離置くが大足外側から打っていって着列、ここはブロッキング、ローキック踏み込んで中足、これが KO。 さあリーチをかけて第2ラウンド、バックジャンプの大パンからまずはスタートして大パンワンブロしている、ここも大パン波動電陣ピヨっている、ジャンプ3段決める、ワンブロからしかしゲーム冷静、裏から大パントローザー、インチュケブロって大足大エキトロータイル動いていってきた、下がるがシャークレット大工気味に打ってリープ投げる、さあ取り返した、そして PA お互い高まっている、コンパン昇竜拳中5戦2つ目大足がブロンで明けよう EX トロ前方前進急足 EX トロ次のタグが EX トロ時間重ね前方前進、そしてここで無情のスタンジャンプ三段ドローさん、勝ったのは KO ファミリー決勝進出。さあ解説席お二人いかがでしたか。いやトクラーのヤンが、まあ、素晴らしい動きであっという間に4人を巻き込んだのに、まあ、国がそこでなんとか踏みとどまってヤックンまで倒して、そして、まあ、KO にね1ラウンド取って、最初ラウンドもゲージがほぼたまりそうな状況で持ち込んで、まあ、かなり期待はできたんですけどね。まあその柔らかいキャラ独特の恐怖あったでしょ、相手チームもね。えまあ国さんが怒涛のちょっとあの連勝があったんで、まあ逆ごたってあるかなと思った矢先にちょっと KO さんの置き攻めがあの解禁されたんで、高速じゃんけんによるあっという間のスタンで、まあ最後まで分かんない試合を続けたってことはやっぱりその非常に良かったですね。そうですね、いやー息を呑む展開、まあ残ってた2人も次回ってきたらマジ嫌だろうなっていう、いやもうそんな空気流れてますよねいやかなり若手の中でも国は成長株でかなり昨日今日と活躍してたので本当に良かったと思います。さあと残るのは決勝のみですかね。決勝はノーチャンス、ボスの率いるノーチャンスと KO の率いる KO ファミリー、ボス KO 対決と言ってしまっていいのかどうかわからないですけど、まあ、そういう組み合わせですね。まあ、しのぎきってユンヤンが勝ち上がってきたっていうのはちょっと
あのもう今までの大会とはちょっと違う感じですよね。なるほど、そうですね。かなり今まで、ま、メンツとしては強いメンツ、いつも通りだかもしれないが、途中はきつかったと。さあそろそろ準備ができたようなので決勝の方が始まります。松田さんお願いします。はい、それではですね、現在今チーム、調校中ですので、皆さん会場の皆さんもっと前に来て皆さん全員入れるようにしてあげてください。ちょっとすごい人だね。みんな詰めて、決勝だよ。いや、外の、外出る人みんなおいでよ。はい、準備できたようです。第12回クーペレーションカップ決勝戦いきましょう。それではスタートボタンお願いします。はい、先方 1P 側ローチャンスミモラ、 2P 側 KO ファミリーピエロレミ、行ってみたいと思います。さあ先鋒戦スタート。さあ開幕、レフェリー仕掛けていったわけだ。チェストチェストチェスト、しゃがみないからレフェリー、このジャンプサマーまでしっかり決めてソニック、レフェリー、さあしゃがみ大パンチサマー、速い展開になっている。チェスト正中線、さあ距離を取って EX ソニック、ルグレ、さあソニック EX サマー、それも取るの。さすがミモラ、1ラウンド目から飛ばしていきます。ラウンド2、さあクルギしゃがみ中、投げ通る、ルグレから下ソニックくぐって、さあチェスト、さあ画面中央戻していく、投げも通らない、チェスト EX、 さあピエロも距離を離して EX、垂直ジャンプピックで先方先制したのはノーチャンスミモラ。さあ KO ファミリー次砲がトクラヤンです。さあトクラの方はもちろん変身選球隊、そしてミモラ、正中線5段突き、さあまず開幕ジャンプから下段、そして大激襲から小足 EX トローザントローザン、さあ来撃すべき取っていくわ、しつこく攻めていく、コアコア EX、さあ剣コマから唐下に行くか、 EX のオーローでした。1ラウンド目はトクライアン、
さあ開幕は高いよそ見ていたが開放中キックハイジャンプキャンセル、さあ1分ドローザン決めて投げから置き攻め EX チェスト中継から全身選球体いえキャンセル大決勝センターからチェスト正中線ニモラ取り返していくファイナルラウンド剣終盤力負けていない EX トーローさんガラクサ大パンチ弱チェスト中キック選球体リープ前方転身からつなげていくトーローから前方転身トークラ勝利さあノーチャンス次鋒チャンス誠さあ関西最強の誠使いチャンス次鋒で登場さあ集中さあ地方対決開幕仕掛けていくのはトクラトロトロ3つからジャグライゲッシュ下ブロガラクサ大パン EX テスト中継選球体コパンで刻んで大橋 EX EX ドローマン最後は旋風客ラウンド2開幕垂直ジャンプから剣チェスト大パンガラクサ大パンチェストさあハイスピードバトルファイナルラウンドお互い大激臭様子を見て選球体前方転身中キックハイジャンプ大 BX おーっと EX チェストが通り抜けましたよブロッキングから中段カラクサ大パンチ弱チェストでサイド読み合い上り取っている取っているさあ EX ドローザン遠くの勝利さあノーチャンス3枚目ボスボスユンですさあユニアン対決 1P 側ノーチャンスボス 2P 側 KO ファミリーコクラ解放 EXブロッキング小牧師から前方転身中足トーローザン中キック中キックさあ強気にいったんでしたが中継テスラ高い大足 EX 強気ですトクラ
ラウンド2、来撃来撃と DX ストローザストローザ中足絶唱幻影陣発動サポートもおーっと乗ってるロープラが乗ってますさあ副将黒人さあ乗りに乗っているトクラに対してノーチャンス黒人を投入ビキマルを残すことにしましたさあ開幕ストレートチャブチュー投げていくもう一回さあカニパンフェイントショートリープワンツースリーさあ17秒で黒人だったりまず1ラウンド先制大足さあ投げからダッシュで前を詰めていくカニパンさあナイスガードDX 待っていて赤ブロッキングカニパンダッキングストレートコークしゃがみ中リープショートスイングしっかりとストッパーとしての仕事を果たす黒人さあ KO ファミリー、中堅落ち見ユンですさあ中堅副将対決黒人 VS オチビEX 対決してからキープワンツースリーストレート強くすぎるさあ開幕発動していったなオチビ鉄山鉄山さあ拾っていく上りブルからショートスイングストレートダイキックカニさあお互いブロッキングはいろんなところで入ってますよコボク旋風脚高い絶唱鉄山高い中盤落ち身取り返すファイナルラウンドゴーフォーイッさあ中央と鉄山コ EX ショーバー中足から発動していくターゲットから中継旋風脚旋風脚大ピンを重ねてさあ対空フォークバラを投げてカニしっかり決めていくダートターゲットさあ KO ファミリー誰が行くヤックン副将対決はヤックン対黒人
サミでいきましょう。テスさん投げて、強気で投げていく。ちょっと待って、アンクル下風呂からショッティングブロッキング、しゃがみ中コーク、パーソナルアクション、ダートターゲット、スタート。さあ、黒人乗りに乗ってる。パスをしていく、下段スタート。絶唱小牧師、絶唱テイさん、高い中盤、大キック、 EX マシンガーラッキーカッパー、スタート。しっかりガードしている。テイさん、バックジャンプから発動、狙っていました。黒人さあ、KO ファミリー大将 KO、 ファイターズレディエンゲージ。さあ、 KO 仕掛けていく、ダイキックカニパン、ダッキングパコーク、大決強気、EX ソロダン、 EX ソロダン、 EX ジェットアッパー。さあ、追い込まれた KO ファミリー。ドローの後はキャンセル投げ、今度は KO の番。反撃、ダッキングストレートコーク、優勝はノーチャンス。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとボスから一言ずつもらっていい？いい？ちょっと配信映ってるところであんま勝てなかったんで本当申し訳ないです。チームメイトもすごい活躍してくれて、まあ、みんなの力で勝ち取った優勝なのですごい嬉しいです。応援ありがとうございました。ノーチャンスの黒人です。みんな、みんな見てくれたかな俺の強さ。スパ4ではあんなんだけど、サードでは強いから俺。しかもですね、私クーペとか投撃初めて優勝しました。本当にありがとうございました。ノーチャンスの三村です。とりあえず美味しいビールが飲めるのでみんなで飲みに行きましょう。よくわかんないんで。いやそのあノーチャンスのチャンスです。いろいろあって、まあ、最初に力丸さんとボスさんにこのチームさせてもらったんですけど、いやもうちょっと配信で映っ
ってないところで、まあ、勝ったんですけど、配信で映ってるところに、でそれで勝ちたかったで、いやー、本当チームメイト最強ですわ、本当、でもありがとうございます。皆さんよろしいでしょうか。祝福の準備はよろしいでしょうか。もう一度やらせていただきます。9月の29日に結婚しました、力丸でございます。力丸でございます。どうもありがとうございます。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 いや本当に無様にやられた試合もあったかと思うんですけども、私もクーペの優勝初めてで、これでやっと闘撃クーペ、あと社会的地位、金、その辺、あと美人な嫁ですね、その辺綺麗に手に入ったので、もう思い残すことはないかなと。やめないよー、やめないよー、やめないよー。ということで、プレクーペとクーペ2連覇できて本当に嬉しいです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃ、それですはですね、結構いい時間なんで表彰式移りたいと思いますので、優勝チーム、準優勝チームよろしくお願いします。はい、みんな帰んないで、まだマジで帰んないでくれよ。かっこいいエンディングあるんだからよ。あ、じゃあ KO ファミリー来てください。はい、クーペレーションカップ準優勝 KO ファミリー殿、あなたは第12回クーペレーションカップにおいて当初の通り優秀な成績を収められましたので、ここにその栄誉をたたえ、これを称します。2014年1月12日クーペレーションカップ代表松井酒、おめでとう。写真撮る方はどうぞ向こう向いてあげて。笑顔だよ、笑顔。ダトリ禁止？いいですか？いいですかね、皆さん。はい、じゃあ次行きたいと思います。ノーチャンス、集まってください。ノーチャンスの皆さん、集まってください。はい、優勝ノーチャンス殿、あなたは第12回クーペレーションカップにおいて当初の通り優秀な成績を収められましたことを、ここにその栄誉をたたえ、これを称します。2014年1月12日クーペレーションカップ実行委員会代表松田矢崎、おめでとうございます。
あ、そしてですね、マッドキャッツさん今回協力していただいてヘッドセットの商品もありますので、じゃあ一人ずつ、じゃあボスからおめでとう。ありがとうございます。リキナルおめでとう。コークおめでとう。チャンスおめでとう。みもちゃんおめでとうございます。じゃあ写真とか撮りたい方どうぞ、笑顔でお願いします。喋り終わったら、じゃあいいですか僕で。はい、それではね、皆さん2日間にあたり、長時間ヤバンパクの宣伝させろって言われたんで、ちょっといいですか。すいません、皆さん聞いてください。今年の10月12日に名古屋でヤバンパクまた開催すること決定しました。そしてですね、前回とは違って1000人が入れるとこをもう抑えましたので、以前のことは全部改良しますので、皆さんまた盛り上がってまたご参加ください。よろしくお願いします。それでですね、2月1日からホームページも更新されるので、2月1日からヤバンパクのホームページをご覧ください。よろしくお願いします。はい、まあ国の告知もありましたけどね、本当に今日ですね、昨日今日と、協賛していただいた企業様、店舗様、個人様、皆さん、あとですね、今日来てくれた皆さん、それからニコニコ動画見てくれた皆さん、本当にありがとうございました。はい、じゃあ、かっこいいムービーがあるんでお別れしたいと思います。お疲れです。
so what's it gonna be? Getting trapped in a new world, Street Fighter 3. The third champion, so what's it gonna be? Trapped in a new world, Street Fighter 3. Make your first move, so what's it gonna be? Getting trapped in a new world, Street Fighter 3. The third champion, so what's it gonna be? Trapped in a new world, Street Fighter 3. Make your first move, so what's it gonna be? Getting trapped in a new world, Street Fighter 3. The third champion, so what's it gonna be? Trapped in a new world, Street Fighter 3. Make your first move, so what's it gonna be? Getting trapped in a new world, Street Fighter 3. So what's it gonna be? Trapped in a new world, Street Fighter 3. Make your first move, so what's it gonna be? Trapped in a new world, Street Fighter 3. The third champion, so what's it gonna be? Trapped in a new world, Street Fighter 3. Make your first move, so what's it gonna be? Trapped in a new world, Street Fighter 3. The third champion, so what's it gonna be? Trapped in a new world, Street Fighter 3. Make your first move, so what's it gonna be? Trapped in a new world, Street Fighter 3. The third champion, so what's it gonna be? Trapped in a new world, Street Fighter 3. Make your first move, so what's it gonna be? Trapped in a new world, Street Fighter 3. The third champion, so what's it gonna be? Trapped in a new world, Street Fighter 3. Third strike. Fight for the future.